au 株コム証券株式会社は、三菱 UFJ フィナンシャルグループのインターネット専業の証券会社。1999年4月に、伊藤忠商事や、マイクロソフト他の出資で設立された、日本オンライン証券と、同年11月に、e 三和証券として設立された旧三和銀行系列のオンライン証券会社であった e ウイング証券が、 2001年に合併したことにより、インターネット専業の証券会社として誕生した。なお、代表取締役社長の斎藤正勝は、日本オンライン証券の設立を機に、伊藤忠商事へ入社し、株ドットコム証券までの経営に関わった人物である。2006年1月1日に、旧三菱東京フィナンシャルグループ系のベネット証券と合併した。 株式の上場維持の関係などから他の三菱 UFJ 統合事例と異なり UFJ 系列の株 .com 証券が存続会社となった2019年4月末総合口座数111万口座2019年8月 KDDI の完全子会社である AU フィナンシャルホールディングスが株式公開買付により議決権ベースで37.96%の 株式を取得。上場廃止により、株主は三菱 UFJ 証券ホールディングス、au フィナンシャルホールディングスの2社のみとなった。三菱 UFJ フィナンシャルグループが2007年3月と11月の2度に、渡って、株 .com 証券への TOB を発表する直前に情報を記載したファイルが、サーバにパスワードなしで公開されていたことや、斉藤正勝社長が、 全社員向け電子メールで情報を流したことが有因となって社員が自社の株式を買い付けるインサイダー取引を行っていたことが判明している。この事件に監視調査していた同社の外部調査委員会は2009年7月17日調査結果を発表し、本来秘密にすべき情報も電子メールを使って配信するという情報取扱上の過失を指摘するとともに、 社内の過度のメール文化、斎藤社長のワンマン経営ぶり、及び部下を信じないという経営者としての資質に関しても、非難する結果を発表した。なお、斎藤社長に関して報告書は、社員へのアンケートにおいて、社長個人の気質として、苛立つと手がつけられず、病院行くまでやれ、死んでもらう、嫌ならさっさとやめろなどの発言は、 日常差飯事的にあり、何か失敗をすると簡単に社内処分が下される。このアンケートに真面目に答えること自体が恐怖であると強く感じることを付け加えさせていただくというかなり突っ込んだ内容であり、これに対して再発防止策として社長の意識改革ガバナンス体制等の再構築業務執行の体制整備、情報管理体制の再構築社内研修の 徹底人事システムの見直しの6項目を勧告した。広報資料、プレスリリースなど一時資料。ありがとうございます。